40年間人間観察をしてきましたが、愚痴や泣き言の多い人ほど面倒な現象に見舞われている気がします。こんなに大変なことがあって苦労ばかりなので、感謝なんてできないという人がいますが、それは逆です。辛い、悲しいと不平ばかり言っている人には、宇宙は支援してくれません。 愚痴や泣き言を言っているからそういう現象が起こるのが宇宙の構造のようです。目の前の現象を喜んだり面白がったりして笑顔で暮らしていると神様はもっと喜ばせようとしてさらに笑顔になるような出来事を起こしてくれます。今までと現象は変わらなくても愚痴や泣き言を言うのはやめようと 決意し、実践した人たちが私の周りにはたくさんいます。面白いことに言うのをやめたところから、笑顔になるような出来事が起き始めています。臨死体験の経験がある人たちの話によると、肉体が死んであの世に行くとき、私たちは神様から、あなたはどれだけ人生を楽しんできたかを、 問われるのだそうです。今性は今性でしか体験できないことをすべて味わい、自分の存在が周りから喜ばれるように、思い切り楽しんで生きることにしませんか